ダッサラ呪術師の七海健人くんです。その言い方やめてください。凄惨な現場です。覚悟はいいですか、虎杖君。決まってこぜ。いえ、そこそこで済むならそこそこで。あら、七海、お出かけしよう。いえ、遠慮します。まずは挨拶でしょう。はじめまして、虎杖君。あ、はい、はじめまして。私の術式はどんな相手にも強制的に弱点を作り出すことができます。私が高専で学び気づいたことは、呪術師はクソということです。あ、舐める舐めないの話ではありません。私は大人で君は子供。私はこの人を信用しているし信頼している。でも尊敬はしてません。気をつけてね、虎杖君。私は教職じゃないので先生はやめてください。じゃあナナミ、ひっぱたきますよ。いえ、私ではなく上に行ってください。あ、はい。ぶっちゃけ私はどうでもいい。はいはい。こんな風に。この子は他人のために本気で怒れるのだな。あの残影自体ブラフで私たちは誘い込まれたのでしょう。そして一般企業で働き気づいたことは、労働はクソということです。そうなの？でもそれで大人になったわけじゃない。そういう小さな絶望の積み重ねが人を大人にするのです。気張っていきましょう。私からは以上です。